セルゲイ・ペトロビチ・ナツアレヌスは、ロシアの革命家、軍人、ソビート連邦の官僚。1882年、ロシア帝国サラトフ県サラトフで、レーネ家兄弟貿易館製粉所に勤める、父のもとに三男として生まれた。家系は、東プロイセン出身のバルトドイツ人。ナツアレヌスは、早くに父を亡くし、母は、病院で働いて5人の子供を養った。 ナツアレヌスは、私立学校からアレクサンドロフスコへの、旧品実家学校に進み、卒業後は、定律モスクワ高等技術学校の入学試験にも、合格していたが、1904年に、ロシア社会民主労働党に入党して、地下活動に参加したために、入学を拒否された。サラトフに戻った後は、グサコフとポルボヤリノフの交渉人として働いていたが、サラトフ、 ペンザ県とモスクワで、再び革命運動に関わった。1908年7月には、地下出版物の輸送、配布によって逮捕され、翌1909年3月には2年の懲役刑と、公務員としての地位剥奪刑を受けた。第一次世界大戦勃発に伴い、当紗羅都府委員会で、ナーシャガゼータ紙の編集を主導し、翌1915年3月には、内務省によって、 イルクーツク県へ流刑に処された。しかし2月革命によって解放され、同年4月からボリシェビキのモスクワ州局メンバーとなった。11月11日から12月12日まではコストロマ軍事革命委員会議長を務め、同地最初のボリシェビキ系統治者となった。その後はムルマンスクへ派遣され、ムルマンスク艦隊中央委員会やムルマンスク鉄道ソビエトで活動。 ムルマンスク要塞地区、士官隊監督長も務めた。北、ロシアを脅かすドイツ帝国軍に対しては、イギリス北、ロシア召喚隊帝督トマス・ウェーブスター・ケンプに、赤軍との共同を求めた。さらに北、ロシア出兵の動乱の中、翌1918年5月からムルマンスク、八海地方臨時委員、同年11月12日から翌12月3日まで、 赤軍北部戦線第7軍、革命軍事会議メンバー、同月2日から20日までと28日から翌1919 19年1月20日まで、バルト海艦隊革命軍事会議メンバーにつき、1918年には、ペトログラード軍艦クリンジー委員も務めている。1919年3月3日から6月8日、までは、モスクワ軍艦クイーンについていたが、 ウラジーミルレーニンの指令によって、赤軍の敗走に対処するため南ロシアへ送られ、同日から11月14日まで南部戦線第14、軍革命軍事会議メンバー、同年7月からハリコフ軍艦クイーン、11月19日から全ロシア、参謀本部軍事教育部委員長、同月24日から翌1921年3月21日まで、軍事教育隊部部長、 同年4月から7月まで、ウラジカフカス鉄道長官、同月5日から9月26日まで西部戦線、第15軍革命軍事会議メンバーを歴任。アントン・デニー金軍、ウクライナ革命反乱軍やウクライナ、人民共和国軍と戦った。1920年11月には全ロシア中央、執行委員会及び、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国食料、 人民委員部のコストロマ全県とコストロマ県食糧会議議長につき同月11日から翌1921年4月29日まで八海軍艦区司令官を務めている。1921年5月31日から翌1922年1月5日までは革命最中のトルコでロシア共和国大使を務めムスタファケマルトも面会して その新政権への支持を国際社会へ表明。トルコとの国境を確定したカルス条約の作成にも関わった。1922年から翌1923年までは、モスクワで、ロシア共和国鉄道、輸送人民委員部下線輸送部部長、義勇艦隊議長及びロシア登録委員会議長に、月、1924年から1926年までは、 中ポーランドソビエト連邦通商代表を務めた。その他にも連邦対外貿易人民委員部員としてイギリス、フランス、ドイツ、フィンランド、ラトビア、中国で活動している。1927年6月には、東中王位の指令によって極東に送られ、アナスタスミコヤンによってカムチャツカ合資会社社長に据えられた。1929年に極東を離れ、 翌1930年には、モスクワへ移って、ソビート連邦、フラド・ゼントル合誌会社社長につき、1年半の間、白シロ,ロシアとウクライナでの道路建設を指導した。同時に1930年からは、食肉産業研究所所長、同年から翌1931年4月までは、ホロディルノエデーロシ編集者も務めた。1932年末には、 連邦人民委員会議付属北極海航路大部、中央企画経済部部長に任命されたが、1937年前半のトロツキージノ BF ブロックの一斉検挙によって、北極海航路大部の要人もほぼ全員逮捕され、ナツァレヌスも部長在職中の7月5日に逮捕された。そして、連邦最高裁軍事参議会によって、反革命的テロ組織への参加を理由に、 翌1938年1月8日に死刑判決を下され、同日銃殺された。その後、1956年6月に名誉回復がなされた。ありがとうございます。